ささあ皆さんお待たせいたしました YZFR7 入ってきましたよということで早速、ですね、えー、この R7 をですね詳細チェックからいってみますかはいもういつも通りの流れになっちゃってるんですけどもまずはフロント周りから見ていきますよはいさあフロント周りかなりですねはいこんな感じです今時のデザインですねこのホイールのリムとか細くてですね、まあ、非常にあの軽そうなホイールになってます。中のでですすねね、まあ、肉抜きも半端ないです、ね はいかなりですねいいデザインになってますさらにそれだけではなくてですねアクスルシャフトもですね中空になってますねほら中抜けてますねそしてもう今のバイクこれから出てくるニューモデルなんかはみんなそうなんですけどもフロントもうこれキャリパーの固定方法がですねラジアルマウントがもう完全にですねこの固定方法ですね倒立フォークにラジアルマウントに そしてモノブロックキャリパーという組み合わせがですねもうなんか当たり前のように普及し始めましたね。このオートバイ100万円を切ってるというところなんですがそういったモデルでもですねこういうふうにもう全部セットでですね最高のブレーキがついてくるそんな時代になってきましたはいというところもですね、まあ、注目のポイントかもしれないですね。そしてフロントフェンダーですねフフロントフェントェダーはかなりですねここ見ていただくと分かると思うんですけれども軽量なものを採用している。 まあ、もちろんこれ樹脂でできてはいるんですけども、えー、かなりその中でもですねそして、えー、ブレーキディスクですねはダブルディスクで、えー、セミフローティングですねフローティングピンが入っているものですねセミフローティングの、えー、ブレーキを採用してますでモノブロックで対抗の4ポットなんでそれが2機掛けですから。 あのかなりです、ね、いいブレーキですね、もう正直十分だと思います、このバイクなんかには。はい、そして、えー、倒立フォークですね、さっきも見ましたけど、倒立フォークがついているという形になっています。そして、これ、えー、ボディーカラーがですねブラックなんですけども、えー、ここに R7 というですねラインが入ってますね、はい、かなりですねかっこいいんですけど、えー、今までにない手法ですね、アピールの方法がね、えー、ここ、意外とちっちゃいんですけど、目立ちます。そしてポジションライト ですね、ここのところにポジションライトが入っていてそしてこのフロントのです、ね、エアダクト的なところです、ねはい、にヘッドライトが LED でプロジェクターで入っているこのコンパクトさの中にロービームとハイビームが入っているんですよというところはですねすごく えー、いいですね、作りとしてですね、まあ、これからのデザインですね、ここにライトを入れたことに関しては、当初、あのー、画像なんかでね、公表された時には結構賛否あったのかなとも思いますけども、こうして出来上がって見てくると、ですね全然違和感がないんじゃないかなと、個人的には思いますけども、いかがでしょうか、そしてですね、ウインカー、ヤマハ社なんでフラッシャーと言っておきましょうか、フラッシャーも LED 化されてますね、さあ、今回、電球をどこに見つけることができるのかというところも含めて見ていきたいんですけども、キーオンにしてみますよ、そうするとですね、 はいポジション光りましたかなりかっこいいのと同時に今回のってより縦に釣り目なんですよねここに R が結構きつめについている上に縦に釣り目なのでいやこうやって起きているんで相当睨んだ感じの顔つきですねいかついですねさらにポジションランプ自体が結構離れてるんですよこことここの距離がこう空いているんで そういうところも含めてですねちょっと現行の R1 のような顔つきっていうんですかねに、えー、ライトをつけると表情が見えるという感じですねちょっとウィンカーをつけてみましょうかはい、はい、ウィンカーつけるとこんな感じですもう LED なんでかなりくっきりしてますねだんだんこうやって LED 化が当たり前になっていくんですかねさあちなみにですねこれ今ヘッドライトを本当は光らせたいんですけどもまだこれ光らないんですよねで最新のおとば言って特にこのぐらいの年式のものになってくるとナンバープレートを取得して そしてえそれをですねコンピューターで登録しないとですね実はこう動かすことすらできない状態になってますこれまだ入ってきたばかりなのでまあ、ちょっとそれで動かないという形になってますさあそしてこれサイドのところですねかなりねスリムですよ車体が結構造形をデコボコにして それっぽくかっこよく見せるという手法をずっと結構取ってるバイク多かったんですけど今回かなり平らなデザインですね。で全てがですねバンク角だったりとか車体をスリムにするというところにですねこれ多分フォーカスしてやってるんでこういうことになるんだと思うんですけどももちろんエンジン自体は MT07 系のエンジンになってますのでものすごいハイパフォーマンスなエンジン例えば R6 についてるようなそういったエンジンではないです。たただそういったエンジンジの中で えどれだけコーナーリング性能だったりとか車体の,その運動性能ですねを高めるかというところをですねとことん追求した結果非常にスリムに作るえこれ見ると分かると思うんですけど上から見るとまっ平らなんですよ、横まっ平らですね出っ張っているところを極力殺してあるという形になっていてそのせいか視覚的にフロントのカウリングを見るとですね特にこの辺ですねスクリーン周りだったりとかこのフロントのこの辺,この辺一帯がですね かなり平べったいデザイン平らで、えー、面があるように見えますボディ自体は狭いのにここら辺の出っ張り引き込みがないせいですごくワイドに見えるんですねなのでこの辺はですね現行の R1 とかとですねまあ似てますねそんな作りになっていてあくまでこれはスーパースポーツなんですよというところをですね感じることができるというですね作りになってますこれ面白いのがちょっとね順番いつもと変わっちゃうんですけど見てくださいこれこのライディングするところのステップがですねかなりね狭いんですよね もうとことん追い込んであるんですよ、これだから、長さ、短いの分かります、いつもより。足を置くところ、全然これ短いでしょ、こういうところも、車体からその突起物をなくして平らにして、ですね、えー、車体をとにかく細く作るというところに、ですね、まあ、あの今回、どれだけ気合が入って作ってあるのかっていうところが、ですね、まあ、見て取れると、ちょっと順番、逆になりましたけども、ハンドル周り、ちょっと見ていくんですけども。 まあハンドルスイッチはですねよく見るやつですね、このヤマハのハンドルスイッチになってるんですけども、キルスイッチがあって、ハザードがあって、スタータースイッチがついてるという形になっていて、それとは別にスロットルホルダーがついているような形になって、これはあの電子電ンジスロットルではないので、普通にケーブル引きになってます、こういう形ででもう1個面白いのは、ブレーキマスターがですね、ブレンボのラジアルポンプマスターっていう贅沢なブレーキがついてるんですよ、はい調整機構付きのねあの、すごくいいやつがついてるんですけども、ただ、バーエンドはね結構ねボリュームがあるんですよね、これ。 結構重たいと思います、これ外すと重たい重りですねがついてますねやはり2気筒というところでその辺はですねあの振動対策が施されているという形になっているんですねそしてさらに反対側のスイッチを見ると、えー、ウィンカーがあってライトのロービームハイビームがあってそしてですねこの辺がですねメーターの操作系ですねメーターの表示をこれで変えていくでここホーンがついてるでライトのパッシングが人差し指についているこういう構成になっていますそしてですねトップブリッジ この部分ですねこれあのプレスでこう跡が,、ねはいえー、跡がついてうん削ってんの違いますね跡がついてつけてあるデザイン上つけてあるんですけども抜いてないですねこれ抜いてないのは合成確保ですね、はい、かなり振るい,い フロントフォーク、統率フォークをつけているのでただフレーム自体はもともと MT07 ベースになっているのでそういったところでですね、まあ、ここをあんまりやわに作るとですねちょっとバランス取れなくなるというところで合成を出しているんじゃないかなと思いますなので抜けなかったが正解かもしれないですねという形になっていますさあそしてですねメーターになるんですけどもメーター周りにはですねはいこの日差しがついてますねなのでこれ結構見やすくなってるんじゃないですかねちょっとキーオンにしてみましょうか。はい こういう感じで R7 という文字が出た後にこういう風にバーッとメーターが動いてそしてこういう表示になってます現状見ていただくと分かると思うんですけど本当に本格的なスーパースポーツちょっと日が入って見づらいですかね本格的なスーパースポーツの構成のまさにそれになってますそしてシフトポジションインジケーターあったりスピードメーターがあったりタコメーターがあったりガソリンメーター時計ですねそれ以外にもですねいろいろついてますね今これ水温計でエアっていうのがあの外気温ですねそして オドメーターがあってトリップメーターがあってトリップ2があってフュエルトリップがあってそしてですねあの燃費計ですねこれでこれが燃費のアベレージ計ですねいわ瞬間燃費とガソリン給油から給油までの間の燃費計という形でまた水温に戻ってくると水温ローになってますけど多分40度超えてくると数字に変わってくるんじゃないかなというふうに思いますけどねそしてインジケーターランプは上に全部別で並べてある感じですねニュートラルだったりとかオイル警告灯 ABS ですねこれ走ると消えますから そしてウィンカーのインジケーターも左右振り分けで入ってますね、こういう感じで。で、イモビライザーがあって、あとこれ、シフトタイミングインジケーターもついてますね。というところで、ですね、まあ、かなり、えー、もう今、皆さんが欲しがるような装備は全部ついてるというふうな感じに、まあ、なってますね。さあ、そしてですね、はい、目を少し後ろにずらしてくると、ですねヒューエルタンクですね、これもですね、カバーになってます。ただ、今回見ていただくと分かると思うんですけど、非常に長いですね、全長が。で、角張ってます。 これねあのフロントのデザインからつながってこうなってるんですけどあのなかなかお伝えしづらいかもしれないんですけど現物めちゃくちゃかっこいいです。 あのこういう形で作ってきたかって感じですねはいなのでかなりねいいんじゃないかと思いますそして塗装になっていて真ん中も塗装ですねここここ樹脂でくるかと思ったんですけどもともとの梨地のむき出しでくるかと思ったんですけどもここもですね塗装入ってますマットで塗装してツヤりで塗装して、まあ、そこにですねこの堆肥を作ってちょっと立体感を出すような手法を使っているとそしてここにはですね立体エンブレムですよヤマハの温泉マークの立体エンブレムがついていたりとかするんでかなりね高級感がありますお値段に比べて。 すすごくいいですよこの辺まで最後までずっとつながってきてここのフィニッシュまで含めてですねちょっとかっこいい造形なんですよねすごくいいですねというところはですねお値段以上のバイクになってるとでこういうところも全部塗装入ってますねこういうカバーですねこういうところこそね結構なし地でくるんですけど今回結構そういうところも凝ってますねすごいかっこいいですよよくできてるというところですね細かいこと言うとここメインフレームのパイプが見えないようにここに別でカバーつけてるんですよね ここういういところもですね見た目にかなり気を使っているというのをです、ねまあ、表しているのかなという形ですね。そしてシートなんですけどもシートはですねスポーティーなシートにはなっているんですけども見た感じ結構ねデザイン上はそれなんですけど割とスポンジが入っている感じですねあの。このデザインにしてはっててことですよデザインにしてはなんかスポンジが入っている感じで結構、ね、良さそうですね。はい まあちなみにシート下にはバッテリーが入ってて収納的な部分はないんですけどもで鍵で開けることができるこのタンデムシートですねここを開けると何が起きるかというと、はい、こういった形で、まあ、工具、まあ、この工具はここのこのパーツを外して前のシートを外すためだけのものになるんですけどで収納的にはこの中ですねかなり狭いですけども、まあ、こういった形になってますもう物を入れれる感じではないんですけどね、はい、ただ一応そういう風な作りになっているという感じですね はいさあそしてですね次、リア周りちょっと見てみましょうかテールランプデザインを見てみましょうはいこれ、R1 から流れている、えー、このデザインですね。もともと R1 ってこういうデザインになってたのは後ろから見たときにです、ねまあ、数字の1に見えるようにっていうのと要は追い抜かしてですねそしてその自己紹介をしているっていうですねそういうなんかちょっとかなり上からな感じのデザインになってたんですけどそれをまあ組んでいる流れとしてですねはいになっています。そしてももちろんリアのウィンカーも LED 化されていてそしてナンバー2は電球を使っててくれてるかなあ完璧ですねはい電球使ってますんでここにですねもうレーシングスピリットが宿ってると思っていただければあのすごくいいですねこのほんのわずかをウィンカーまでやっといてこのほんのわずかを変えないっていうのがですねやはりあのこだわりあの江戸っ子はこう表面じゃなくて裏生地にこだわるんでねそういったところでですねあのこういう電球を採用しているというところはですね非常に素晴らしい あの仕掛けになってますさ,あ上段さって大きいリアタイヤ見てみましょう、かなり太いですね、さあそんなリアタイヤももちろんフロントと同じデザインにはなってるんですけども、はいただ見た目、かっこいいですね、これね、はいこんな感じで,ですねスーパースポーツっぽい感じになっていて、そしてですね、えー、基本的には180の55の171というサイズをまあ採用しています。はですよ、はい を使っってていいるという形になってますさあそしてですねスイングアームですねこれもお値段以上ですねこういうちょっとですね湾曲した感じで、えー、抜いてあってちょっとこういうチェーン引きのところもですね、えー、少し手の込んだ感じになってますそして、えー、ここアクスルシャフトも一応抜いてありますというところでですね、まあ、結構いいんじゃないですかはいでそこにですね、えー、日清製の、えー、片押しの、えー、ワンポットのブレーキキャリパーを、まあ、使っていると。 いう感じになってますでリアは普通にディスクですねリアはディスクブレーキになっているという感じになってますこれちなみにあれですね ABS のセンサーになってるという感じですねまあそんなわけでですねリア周りこんな風になってるんですが、えー、ちょっと前の方に目をずらしていくとですねタンデムステップこれですねはいここのところがですねあのボルトで簡単に外れるようになってますこれ上からボルトで止まっててこれ取るのすごい簡単ですなので結構そういう遊び方 さっきと行く方とかのですね遊び方にすぐ順応できるようにですねもうすでに、えー、工夫されてるというところがですねまあ見て取れますね結構だからスポーティーな感じになってるんじゃないですかこれ07ベースのフレームですけどリア周りは確か一新してるのでこの辺ね全部中の骨格を一新していてあとこのスイングアームの付け根この辺にもですね、えー、ちょっと補強を加えているという形でですねまあ出てきてるオートバイにはなってますまあ本当にあれですよねあのー ととことんこんのバンクすごいあの追い込んで作ってあってカウルなんかもねここはあのマフラーちょっと出ちゃってますからねでそれで、まあ、触れないように一応こういうアルミのパーツをつけてはあるんですけどそれぐらいですねカウルを細く内側にグッと引っ込めて、まあ、追い込んでいると。 いうところもです、ね、まあ今回のこのバイクの、えー、こだわりのポイントなんじゃないかなというふうに思いますそしてご存知だと思いますけどもエンジン自体はですね m t 0 7をベースにしているんで基本的なテイストは m t 0 7と同等とで車体の方でですね結構補強を加えたりなんだりしてスポーツっぽく作り込んでいるという形になっていますさあというわけで今日はですね YZF の R7 の詳細チェックという形でですねまあ詳細チェックと言いながらざっくり皆さんと流れるように見ただけなんですけどもまあいかがだったでしょうかこれご購入された方注文された方はですねあの楽しみですねすぐ届くんじゃないですかもうすぐまあ人によってはあのたくさん待つ方もいらっしゃるかもしれませんけどもえワクワクしますねえすごくかっこいい音声になってますんでまあ今日見ていただいた通りですけどねはい、ぜひぜひですね楽しみにしていただければいいんじゃないかなという風に思います今日はこの辺でですねお別れですまた次の動画でお会いしましょうさよなら